超薬伝導とは、有水神経繊維における興奮伝達の形式である。有水神経繊維では軸索を随称が囲んでおり、一定間隔で随称が存在せずに軸索が露出しているランビエの降臨と呼ばれる部分がある。一個の降臨が脱分極して興奮すると、流入した大量の NA イオンは空論力を元にした火に帯電した粗密波を形成する。 波は軸索を通って、次の後輪に流れ、そこで脱分極を起こす。この繰り返しによって興奮が伝達していく。その結果、脱分極はこの後輪の部分で起こるため、興奮が後輪から後輪へと跳躍して伝達しているように見えることから、跳躍伝導と呼ばれる。随勝部には NA が流入するチャンネルがなく、膜電位も小さい。このため、 チャネル開口の時間を削減でき、無髄繊維より早い電動が実現する。有髄神経繊維における活動電位の電動は超薬電動により、無髄神経繊維よりも早い。超薬電動が行われることで、神経の電動速度が大幅に上昇する。直径15マイクロメートルの有髄神経繊維は、約秒速25メートルの電動速度であるが、無髄神経繊維では、 直径330マイクロメートルでようやく同じ電動速度を示すことができる。ありがとうございます。